巨人対広島、延長12回引き分け。巨人が首位、広島と今季主催試合で最長となる4時間30分の死闘で引き分けた。はい、終わり。負けたで。何やこの試合、何だったんだこの試合。いや結構ひりついたいい試合だったわよ。実質負けやな。負けに等しい引き分けやな。ちなきょ、まあそこから追いついただけますか。都合頼むで。あかんか。結構チャンス作ったはずなんだけどな。勝ち返しまうち、代打松山、今日の反省点やね。阪神が沈んだだけの日、得たものはなく、失ったものは大きい。我々の4時間半です。こなまた。